サンイコールカンタンイコールファラは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、イゼール圏のコミューン。イゼール圏にあるコミューンであり、ローヌ圏の橋と接している。リオン・グルノーブル、シャンベリをつなぐ軸である。A43 を使えば、リオンから 24km、グルノーブルから 80km の距離にある。町は、アルプス山脈につながる一連の丘を背景に持つ。 リヨンサンテグジュッペリ国際空港とは1 5トルの距離である。サンイコールカンタンイコールファラは2007年に自治体間連合ポルトドリゼール内に設置されたニュータウンリゼール打棒の一部である。1885年7月2日の大統領令によってファラビエがサンイコールカンタンと合併しサンイコールカンタンイコールファラとなった。ファラビエの地は 有志以前から人が定住していた。ガロローマ時代のネクロポリスと2世紀の水道構造がこの地で発見されている。最初の城はすでに13世紀に存在していた。この城を1250年以後に取得したサボワ博は力を拡大し強力になっていった。サボワとドーフィネの国境紛争が終わると、城は次第に強力なアランジュ家の同意を得て放棄されていった。 コミューンでは19世紀に鉄が採掘されていた。リヨン人口密集地に近いため、リヨンサンテグジュペリ国際空港の設置、欧州規模の経済活動ゾーンの中にニュータウンが創設された。2015年6月26日、経済活動ゾーンの中にあるアメリカ資本のエアプロダクツケミカルズ社の産業ガスプラントが襲撃された。一人が死亡。 二人が負傷している。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カジニー、2004年以降、INSEE コミューンには二つの歴史文化財がある。2015年6月時点で、サンイコール簡単ンンイコールファラと、姉妹都市協定を結んでいるのは以下の自治体である。ありがとうございます。